タソカレ。これが黄昏時の語源ね。黄昏時はわかるでしょ。夕方、昼でも夜でもない時間、世界の輪郭がぼやけて人ならざるものに出会うかもしれない時間。もっと古くは枯れ黄昏時とか川垂れ時とも言ったそうです。質問、片割れ時やなくて片割れ時。